最近、まあ、ステイホームということで、まあ、在宅のね日が多いじゃないですか。家にいる日が多いじゃないですか。まあ、ちょっとなんか僕もね、やっぱりね、やっぱり趣味をね、まあ、まあ、こういう時期だこそ、まあ、家でできる趣味をね、まあ、ちょっとでもね、まあ、増やしていこうということで、最近始め、まあ、ここ、まあ、半年ぐらいかな、まあ、始めたのが、まあ、乳首いじりなんですけどね。めちゃくちゃ今進化してる。ちょっと見せたいわ、俺のビフォーアフターを。もう今もうすげえ開発完了してる。ユニバの任天堂ランドなバリに開発したの。ちょ、俺のテイク見せたいわ。免許ないとさ、もう煽られるやん、みんなから。それが嫌やわ。免許を持ってないんですかって、プープープーってされるじゃん。いや、免許持ってないとさ、俺がちょっと将来的に結婚した時とか困らん。俺の親とかめっちゃ送り迎えしてくれたからさ、それがないとか、俺娘できたら絶対嫌われるやん。使えねえなって。もうそれだけ。でもどうなんやろ。で、今ほんと免許持ってない人多いからさ、そう、どういう暮らし方してんやろな。俺の娘絶対ブサイクやん。あと今想像しちゃったけど。絶対めちゃめちゃブスだろ。絶対なんか、いやでも声だけ可愛いかもしれへんな。ツイキャスとかやってそう。これこれのライブとか行きそうやな、俺の娘。インターネットだけはもう死んでも与えないでおこうかなって思って。何があってもインターネットは渡さない。絶対やらさん。どうせ、嫌じゃない？信用できないよ。YouTube とか見てたらあまり発狂するわ。もし俺の動画をおすすめに出てきたらどうしよう。だからそれもそれで嫌やな。絶対やらさんとこ YouTube。一番やばいわ、それが。ネットの海には残るわけやん。俺が仮にさ、結婚するから、なんか、やめまーすみたいに言ってもさ、もう結婚するんで、もう用済みでーす、皆さん。さいならーってやってよ。ネットの海にはさ、俺の活動履歴は残っちゃうわけでさ。灰原哀と付き合いたいんですよね。でもサッカー選手に恋してる設定は俺ほんまにね、青山を恨むよ、本当に。あの設定いらないと俺思ってる。俺はあの設定だけはちょっと頭から消してる。何なんですかね、取ってつけたような。もしお前あれがなんか恋愛に発展したらほんま俺暴れ回るからな。やめてくれよ。もう灰原が幸せに、あの漫画で灰原が幸せになるには灰原の幼なじみが出てこないとさ、お幸せになれないよ。愛ちゃんはあの漫画幼なじみしか幸せになれないからさ、恋というものがなんかもう幼少期に決定するからさ、それ以降に恋って存在しない世界線なんだよね、あそこの世界は。よかった俺あの世界に生まれてなくて、危なかったわ。